日本新潟県新潟市新潟市の教育新潟市の教育は新潟県新潟市の教育についての概略新潟市中心部に学校町があるがこれは新潟大学朝日町キャンパスにはかつて同大学のすべての学部がありその周辺には高等学校が3校あったことに由来する一方小町や新潟駅周辺などには専門学校が立ち並ぶ特に NSG グループの専門学校が多い。大学短期、大学専門職大学中等教育学校、小学校、中学校、高等学校幼稚園、専修学校特別支援学校各種学校保育所、認定子ども園新潟市水族館マリンピア、日本海市域内の動物園、水族館、植物園は、下記の通り。水族館は、市が所有する一館のほか 夏季の植物園及び植物の常設展示施設が所在する。市内も含めた新潟県内には、前述の動物触れ合いセンターをはじめとする小規模な動物関連の施設は数箇所所在するものの、日本動物園水族環境会に加盟し、ゾウなどの大型動物も含め複数種の動物を飼育する本格的な動物園は所在しない。年春。 現在、動物園が所在しない県は、新潟県など6県である。新潟市では、元県庁職員らが主体となって、2012年4月に、新潟に動物園を作る会を設立し、新潟市内での動物園整備を求め活動を行っている。一方、新潟市では、県立鳥屋の方公園の金木地区に隣接する区域において、2010年代に入り食と花の、 交流センターエリア、行くと、ピア食花の整備を進めた。詳しくは行くと、ピア食花を参照。動物園、動物愛護施設水族館植物園、農業試験施設出展、市民会館等新潟市。2019年4月20日閲覧。新潟市内には、県立一館、市立十八館の図書館がある。これに加え市立の地区図書室が、出張所、連絡所、 公民館などに計23室設けられている。また、新潟大学の付属図書館は学外向けにも開放しており、原則として県内在住者であれば利用登録が可能である。私立図書館には長らく機関となる施設がなく、沼水図書館が実質上の中央図書館的な機能を果たしていたが、老朽化が著しく、蔵書の収容施設が不足していた。一部は、 廃校となった小学校などに所蔵され、そのため保存環境の悪さに起因する蔵書の痛みなどが問題となっていた。こうした問題の解決のため、中央図書館の建設計画が立案され、2007年10月1日、旧私立長峰小学校跡地に新潟市立中央図書館が開館した。なお、中央図書館オープンに伴い、 沼水図書館は2007年5月31日をもって閉館している。出展、公民館一覧新潟市。2019年4月20日閲覧。出展、地域コミュニティ施設新潟市。2019年4月20日閲覧。明治大正昭和初期、昭和平成注釈出展出展。ありがとうございます。